はい、それでは、外乱オブザーバーとモデル誤差抑制保償器の比較をしていきたいと思います。まず、モデルベースの制御手法というのはたくさんありまして、制御対象の入出力特性を模擬するような数理モデルを微分方程式などの形で求めます。そして、そのモデルに対して必要な制御性能が得られるように制御器を設計します。 で、最後にその得られた制御器を制御対象に適用するという形で制御がなされます。モデルと制御対象に特性の差がない、まあ、すなわちうまくモデルによって禁じされているような場合には、書望の応答を実現することができます。で、それに対してモデル誤差や概乱が大きい場合には、実装時に書望の応答を実現できないというデメリットがあります。で、これを踏まえ、 そもそもその制御機の設計の段階で、外乱やモデル化誤差のことを加味した上で設計するという、そういう枠組みとして、ロバスト制御が知られています。で、それに対する別のアプローチとして、モデルベースの制御機は既に与えられているものとして、制御対象の特性のばらつきや、外乱の影響を抑えることに特化した保証を行おうというのが、外乱オブザバーやモデル誤差抑制補償機になります。 で、こういう保証を行う結果、制御対象に特性のばらつきや外乱が印加されるなどの影響があったとしても、保証なしの場合にはこのようにばらつきが生じるのに対して、保証がある場合には制御対象のばらつきの影響を抑えるように応答が構成されていて、その結果として、まあ、いろんなばらつきがある状況にもかかわらず、得られる応答波形はほぼ 理想的ななものになる、まあ、そういうような、えー、と保証ができるようになりますで。まず外乱オブザーバーの紹介です。外乱オブザーバーは大石らによって1983年に提案されています。この外乱オブザーバーでは制御対象 P に対してその逆,も逆モデルである P のインバースというものを使っています。でこの保証機によって 外覧が存在する場合にはその保証器が働くんですが外覧がない場合にはこの信号とこちらの PP インバースを通って得られるこの信号との差がゼロになることから保証器が働かないとそのような、えー、とモデル誤差が生じた場合にのみ機能するような保証構造を構成することができます。 次にモデル誤差抑制保証器は私が2013年に論文として、えっと、提示しています。でこれは制御対象のモデルを利用しています。でこれも先ほどの外乱オブザーバーと同様に外乱やモデル化誤差が0の場合には保証器が働かない。この PN と、えっと、こちらを通ってきた信号の差が0になって。 この保証入力は効かないと。で、その一方で外乱がある場合には効果的に外乱誤差を抑制するようにこの保証器が働くと。そういうような性質を持っています。で、これは英語で JCMSI という論文に掲載されています。で、この2つを考えたときに、 誤差や外乱の影響を保証器によって抑制するというそういう機能を持っているこの特性については同じようなものがありますでこれに外側に制御をするための制御器制御性能を実現するための制御器を配置するといった部分は全く一緒です次にモデルの構造について説明しますモデルの構造 外覧オブザーバーでは逆モデルを使用しています。この PM のインバースというものを使っています。でそれに対してモデル誤差抑制保証器ではモデルそのものを使っています。次に誤差保証器の部分ですが、外覧オブザーバーではオールパス1というものを配置することになります。まあ、すなわちこの誤差をそのままこちらにフィードバックするとそういう構造を基本としています。 もちろんちょっと状況によってはこの、えっと、オールパスではなくて、えっと、低周波ではオールパス特性を持つようなものにする場合もありますが基本的にはオールパスで設計します。でこれに対してモデル誤差抑制保証器ではこの D は肺源の保証器になります、えっと。もちろんこの肺源保証器というのは一見それによって不具合が生じるケースも、まあ、あるように思えるんですが、まあ、モデルの出力と この出力の差がゼロに近くなるような保証が働いているうちではここの信号というのは有限になります。安定性などは別の指標などで、えー、と示せますのでこの保証器の原因の大きさがどうこう、えー、と大きいということ自体ではそれによる不具合というのは生じません。えー、とこのようにモデル誤差抑制保証器とガイランオブザーバーではモデルの構成が違っています。そしてこの モデルを通過する信号が外乱オブザーバーではこのフィードバックループの中にモデルの要素があるのに対してモデル誤差抑制保償器ではフィードフォワードのところにモデルの構造があります。そのような違いがあります。でこのどちらの方法においても応答やばらつき外乱の影響を抑制するといったそういう岐路の部分では、えー、と全く同じものになります。 えっと、それでは、えっと、具体的な比較を、えっと、していきますが、えっと、まず制御対象のクラスで制御対象が非プロパーなケースについて考えます制御対象が非プロパーな例としては S プラス 2S プラス3分の S プラス1のような相対次数1のこの制御対象であったりとか S プラス1の3乗分の1などが、えっと、挙げられます でこういう非プロパーな場合というのは逆モデルというのは作れないんですが、えー、と近似的な逆モデルというのは作ることができまして、えー、と高周波領域で、えーまあ、カットされますが少なくとも信号の実用的な信号の範囲内で逆モデルとして働くような、えー、とフィルターを構成することができます。でモデル構成抑制保償器の場合にはもちろんこの モデルそのものを使いますので逆モデルといったそういう心配はありません。そのことを考えるとこの P が非プロパーの場合ではえっ、ー、と外乱オブザーバー、えー、とモデル誤差抑制保障器どちらとも対応が可能というふうに言えますで。次に制御対象が非線形の場合です。制御対象が非線形というのは例えば x ドットイコール FXU のようなこういうような形が一つ例として挙げられます。この場合 外乱オブザーバーを構成できるかどうかというのは、非線形システムの逆モデルをどう構成できるかということ、そういう構成次第になります。で、制御対象が非線形の場合には、逆モデルを作れる場合と作れない場合があります。で、そのようなことから、まあ、この構成次第で外乱オブザーバーを構成できるのか、それとも構成できないのかというのが決まってきます。で、一方、モデル誤差抑制保償機では、 逆モデルといった心配がいりませんので、まあ、この場合も非線形でもまあ構成は可能であるとまあもちろんこの非線形の制御対象をフィードバックループ D でどう安定化するかというのはまた、えー、と別の設定、えー、と近似、えー、と近似線形化システムに対する設計とか、まあ、いろんな設計になってきますが基本的にえと逆モデルを構成できないといった問題については モデル誤差抑制保証器によって解消することができるというふうに言えます。えー、と次に制御対象が非最小位相の場合です。制御対象が非最小位相というのは分子、えー、と例えば伝達関数の分子に s-1 のような項がある場合です。でこの場合、逆モデルは不安定になりますので、外乱オブザーバーというのは基本的には構成できません。えー、ともちろん、ここに禁似 えっと逆システムというものを構成して、えー、っとかなり低い周波数のところだけ外乱オブザーバーが構成できるようにするというそういうやり方はありますので、えー、っと必ずしも、えー、っとどんな状況においても、えー、っと外乱オブザーバーが作れないわけではないんですが、まあ、基本的にこの逆モデルを構成すると不安定になるというそういう状況から非最小位相にはあまりこの ガイオブザーバーバというのは向きませんでそれに対してモデル誤差抑制保証器では、えっと、モデルそのものを使いますので分子に、えっと、S-1 のような項があるようなそういうようなケースでも対応することはできます。またこれに、えっと、追加で、えっと、パラレルフィードフォワード保証器といったものを、まあ、つけてやりますとこの保証器 D の設計も、えっと、ある程度簡単にすることができます。 えー、以上、えー、と外乱オブザーバーとモデル誤差抑制補償器の、えー、と比較を行った説明をしていきました、えーと。ご視聴いただきましてありがとうございました。